度。リバーサイドの雰囲気は観光客にも人気なんですよ。川沿いには倉庫が並んでる。これも覚えとけ。なるほど、工房ともに要衝と言えますね。どんな気分かしら？また遊びに来て。いつでも待っ。ホテルアルジュメイラの予約に。
どうすんだ？また来い。お仕事開始ですね。
ここが初めてなら掲示板の位置は覚えとけよ。確か映画館の横の脇道でしたね。うら。ようこそおいでくださいました。またのお越しをお待ちしております。さて、さてと。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。名前で呼ぶなと。ああ、新人2号もいるのか。改めて CID の緊急度分析官だ。バンの下で働くつもりなら今後も付き合いがあるだろう。どれにする？
たな。聞かせてもらうぜ。ちょっといいか。あれは？アルベール、どうしたの？あ、アニエスじゃん。確か今日は、わあ、あれがバイト先の人かな。結構イケメンじゃない。前に話してた女の子もいるし。へえ、なんか楽しそうだね。バイトって、オーデット知っていたのか？そりゃまあ親友だし。何何？気になるのかにゃ。友人として当然だ。それよりどういったバイトなんだ？調査系とか言ってたな。アニエス自身も
大切な品物の捜索を頼んでるらしくて、それ以上は知らない。それって大丈夫なのか。聞くからにうさんくさいんだが。ま、あの子のことはそう心配しなくてもいいわ。先輩！なんでそう言い切れるんですか。バイト先のことを知っているとか。ええ、一応ね。日頃率先して手伝ってもらっているから、休日くらいは好きになさいって言ったの。さ、時間もないことだし、残りの資料も揃えて学校に戻るわよ。今日はいい茶葉が入ったし、作業前にお茶会も開きましょう。はーい、スコーンも買わなきゃですね。ちょっとバイトについてもう少し。何かお困りですか？またいつでもお受けします。ちょっといいか。
完了。お疲れ様でした。入金を確認したわ。よし、行くか。いらっしゃい。またいつでもどうぞ。スケジューラーを起動したわ。大事にしますね。ありがとうございました。
お仕事開始ですね。スケジューラーを起動したわ。行きましょう。よし、行くか。あら、バンちゃんじゃない。うまいよ、うまいよ。
行きましょう。目的地に向かいます。お任せください。お疲れさん。それ怪我はないな。引き受けました。任せろ。よし、行くか。行きましょう。ご来店ありがとうございます。Thank you.
これで解決だ。よし、いい感じだ。入金を確認したわ。行きましょう。この調子で行くぞ。さっさと決めや。気ぃつけろよ。